柔らかく、あの変なむくみよりもなんかちょっと弾力が出てきたっていうような感じ。炊きやすければね、ちょっとね、ちょっと軽く、硬いかもしれない。ああ、そうですね。ちょっと伸ばしておきましょうか。まあ、こんだけむくめばね。そうですね。右の方はなんか開けやすけん硬いですね。ああ。いいとこないかな。まあ、左右差が出ちゃうと結構ね。膝裏でも最初よりスッキリしてされてるんじゃないですか。そうですか。した感じが。気持ちいいですよ。そんな悪くなさそう。パリパリですね。パリパリですね。ちょっとこれはまだちょっとこれでいいとは言えない。こういうときりがないですね。まあね、ちょっとある程度であれしますけど、一応ちょっともうちょい鳴らしたい。痛くてすいません。大丈夫です。どうですかね、もうだいぶこれは細くなってますよね、こちらは、ね、動きが良くなりましたよね。そうそう、はい、大丈夫ですね、腰の方まで、はい、こっちです。問題はこっち。ゴムと。すごい。もう柔らかさは出てきてるんですよ。あとは繊維の問題だけだな。あ、でもどうですか、最初よりは分けてれますよね。分かれてきましたよね。あとはこれで血行よく、ね、そうですね、ちょっとバランス取っていけばもうちょいこれもほぐれてくると思うんで。そうですね、だいぶ、まあまあここはあと10回ぐらいだけちょっとこれをほどいて、すいません、もう結構なんとかしようっていう。でも最初の頃に比べたら、全然全然、最初に比べたらもう、バランスを取っとかないとあるので。そうですね。でもどうですか、だいぶいいんじゃないですかこれ。あ、ちょっと動くようになってますね。動きもいいし、太さがここで
あの一本丸ごとじゃなくて、ちょっと分かれてます。分かれてますよね。ね、はい、になってるの で、ここら辺もちっちゃくこう段ができてきたので、そうですね。どうにかこれで、はい、良さそうなんじゃないかなと、そうですね、はい、ちょっとタイムリミット的なものもあるので、はい、ちょっと着てみてください。はい。はい。いやー、今日はなんかいっぱいあったちょっと課題がね、一気にありましたね。はい、はい、後ろにこうちょっと手引いてみたりとかしていただいて、こういう感じですかね。この感じどうでしょうか。あー、でもなんか いいんじゃないですか、ね。はい、そうですね、軽くなってるのが、うん、見ても分かる、はい、回るし、はい、そうですね、はい、 OK ですね。ありがとうございます。肩割りいただきます。座ってください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。いや、何か落ちた気がします。だいぶ今日痛かったですね。背中も痛かったし、足も痛かったしね。汗かきまくりですね。ですね。だいぶ水分補給した方がいいですね。そうですね。はい、でもこう悪い汗が出ていってるので、そうですね。多分軽くなったり。そうですね、はい、生まれ変わった気持ちで、よかったです。頑張ります。そうですね。ぜひぜひまたこれからの働きよろしくお願いします。来月をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。はい。もうそれで痛いですもんね。すごい印象不詳ですね。本当に悪いですね。ねえ、あ、水分がすごいですね、今日の足は。使ってしまった。あ、そこは。ねえ、ありますね。こうなんかこの背骨周りもあるし。おお、そこそこそこ。おお、少々少々。はい、ああ、なんか上半身で今日そこ一番痛いかもしれない。ああ、痛い。じゃあ。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。お願いします、はい、ダンサーセラピスト哲也さんのチャンネルがありますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。はい、ついでによろしくお願いします。、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 See you。